付き合い願いたいと思いますけれども、福岡大から参りました福福亭すずと申します。女の子の名前っぽいんですけど実は男なんです。はい、どうぞよろしくお願いいたします。そうですね、まあ、今回の落語大会、まあ、1位になったら麦チョコ1年分って言われて、僕はもう博多から今日始発で来たんですけれども、まあ、麦チョコ1年分どんなもんだろうと考えてみるとですね、やっぱ段ボールで来るのかな、特殊で来るのかな、まあ、でも段ボールで来るんだったらちょっと着払いだけはやってほしいなって思ってまして、で、まあ、他にもこう、まあ、1年分の麦チョコってなると1年365日、つまり365粒の麦チョコが手に入るかなって、あ、でも来年はオリンピックの年ですから、ね、366日ですねとか、まあ、そんなことを考えながら、ああ、ちょっと欲しいな、買ってみたいな、どうなんだろうなってこう、大層な大人がこう物を狙っているのは、なかなか可愛げはないですけれども、まあ、孤独になると、なんか寝られてもまだまだ可愛げがあるようでございまして、最近もお父っつぁんの言うこと聞かないといけないぞ、そんな、お父っつぁんの言うこと聞かねえで。屋台の前であれ買って、俺買ってて、ただこねたのは、おう、おめえな、あの子は、ジャバー放り込むからな。屋台に放り込まれたって泳げって、何言ってんだおめえ。え、まあ、泳げちゃってダメだよ、お前知ってるか。川の中にな、カッパってます。おめえなんだってことだよ。ガリ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 。食われちまうぜ。おたって面白いこと言うね。ねね、知ってるおとちゃん、カッパっていうのは、空想の動物です。空想の動物があたかも現存するようなことを言って我々子供を見る。そのようなこの金を大人にはこれからには任せとけ。どこでそんな思いつきがあるよな。お父さんそばにいなくちゃいけねえぞ。人様出てきたから、まあ、こっちおい、もうな、ほら迷子だろ、まあ、こっちおい、大丈夫だよ、もう迷子なのしょねえよ。いっぱい見せれてる。いいなぁ、あ、大きいよ、たこ焼き、いいなぁ、怖いよ、もう食べてほしい。ねえ、ねえ、ちょっとさ、もうさ、あたいあれ買ってこい買ってね、言ってねえだろ、ね、いい子だよ、いい子だよ、俺がそんな言うことお父さん、どこでも連れてってね、いい子だよね、いいこと言ってるじゃねえか。いいかな、一個なんだからさ、ね、そう、だから、ね、ごめんなりかかって、ああ、始まりやがったな、ダメだよ、何も感じなくするだろ、そんなこと言わねえでさ、ね、なんかかって、ダメだよ、そんなこと言わねえさ、ね、なんかかって、ね、なんかかって、うるせえな、こいつは、ハハハハ。
ったか。おい、ラブヤ、お前こんな汚いぞ、店先も食うんじゃねえよ。え、お前そうなの、いつまでこいつそんなんだ。ちょっと待って。お、ほんとだ、これはありがとう。ちゃんこれ言ってやすお前、マジありがとうだったねえおじいちゃん、そのズボンの中何入ってるの。いや、これですもうこいって、もうこいってさすがにおこらちゃん。ねえねえお父ちゃん、あの男にさ、タコ屋さんはタコかって言ったらしろよ。何も買ってたら、何も買ってたばっかりじゃん。もうダメだよ、言わねえでさ、ねえタコかってダメだよ。こんなもん子供の目を持つもんじゃねえんだよ。